皆さんこんにちは、日の本まこです。今回のテーマは日本の鰹節。日本が世界に誇る食文化の一つ、だし。日本食には欠かせないだし素材鰹節は、昆布とともに日本の食文化の一つとして発展してきました。そんな鰹節は近年海外での人気もすごいとのこと。そこでどんな状況になっているのかと思い、アメリカのアマゾンのレビューを覗いてみたところ、売れ行きはやはり好調のようで、日本でよく見かける鰹節を削って袋に入れたものが絶賛されていましたが、よくよく数多く書き込まれたレビューを読んでみると、何か変？ということが分かりました。なんだかとっても面白かったので、今回は想像していたのと違う方向にブレイクしている面白レビューの一部をご紹介します。それでは早速見てみましょう。アメリカ人女性。この鰹節フレークは絶対美味よ。私の猫と私は袋を開けてすぐにパクついているわ。毎日よ。商品は完璧なコンディションで届いたわ。非常に新鮮な香りで、鮮度の高いうちにスライスされた証拠ね。一言申し上げておきますが、私は日本の食品を信頼しているので、他の国からどんなものでも購入することはないのよ。これは本当にすごいわ。アメリカ人女性。私はこれを行儀良くしたご褒美として可愛い猫たちに与えてるわ。そしてこれは私がしてほしいことを猫ちゃんにやらせるために用いた賄賂で、唯一成功したものでもあるの。だって本当にこれは効くのよ。まさに子猫のご馳走用、高純度5回んだわ。このブツを使ったら、猫ちゃんの一匹にいくつかの芸をなんとか仕込むこともできたの。さらにガレージに隠れている猫たちをこれで誘い出すことだって可能だったのよ。おかげで猫ちゃんを引かずに車を無事に移動させることができるってものよ。もうこれ以上は無理ってぐらい超おすすめするわ。アメリカ人男性。私の猫の鰹節愛は半端ない。ついでにそれを食べたすべての人間も同じさ。私の猫は昨日初めてこれを食したというのに、もはや一日中それをもっと欲しいとニャーニャー私にねだるようになってしまった。私は魚は食べないんだ。でもこれは美味しいスープ、だし汁を作ることができることは簡単に想像できる。国籍不明女性。私の猫たちはこれをご馳走のように愛しまくってます。ちょっと目を離したら一袋すべて平らげてしまうほどの勢いなのよ。うちの猫たちはウェットよりもドライフードが好きみたい。でも私は一日に一回は水分のある食事をさせたいので、ウェットフードの上にこれをちょっと振りかけてる。そうすればもう猫たちは、もう大変よ。サイズも大きくてちょうどいいわね。他の猫のご褒美と比較してもすごく経済的よ。アメリカ人男性。俺は猫オーナー向けに販売されてる類似商品をほぼ3倍の価格で購入した後、ここでこいつを買ってみたのさ。俺はうちの猫が何かを食べる時にこんなにも錯乱状態になって貪る姿を一度も見たことがないよ。この鰹節フレークの袋を開ける際に響き渡るサウンドは、やつを通常の2倍の速さでカウンターへ登らせることができるんだ。この容量は新鮮さを保つと仮定するなら、おそらく6から9ヶ月ほどは持つだろう。袋はチャックがついていて閉じることが可能だからね。国籍不明男性。鰹節フレークは最高さ。俺は2袋を注文してストックしておいたら、近所の犬がうちのベランダを襲撃してきたんだぜ。そして1袋を食べやがったんだ。しかしもう1袋はなんとか死守したぜ。俺にはこのクオリティを真の味だと証明することはできない。だって俺は日本に住んだことがないからな。だが俺はこの熟成された味をエンジョイしてるし、満足そうな家族たちの顔をいつも見てるんだ。アメリカ人男性。俺は好きでも何でもないんだが、俺の猫がハマってしまってな。彼女はこの魚をゲットしてやろうと袋に爪を立てるほどなんだ。おかげで俺は毎日これを一袋買わなきゃいけないってわけさ。アマゾンで注文する方が安いし、品質もいいしね。何せ人間様が食べるためのクオリティだし、ペットショップのより良さげに見えるよ。お前の猫だってきっと夢中になると思うぞ。アメリカ人女性。
ここで猫のご馳走として使ってる他の人たちのレビューを読みました。私にはその様子が手に取るようによくわかるの。だってあの匂いは猫ちゃんたちにとって異常なほど魅力的なはずですから。以上がアメリカアマゾンでのレビューです。そんな日本の鰹節をあるイギリス在住の男性がイギリスの猫に与えてみたらどうなるのかという実験を行い、海外で話題になっていました。その結果がこちら。イギリスの猫に飼い主の許可をもらい、鰹節が好きか聞いてみたら、食べる前から身もだえしてねだりました。飼い主曰く、こんな姿は見たことがない。鰹節はどこで買えるのかと。ふんふん、これを初めて嗅ぐ匂いにゃ。にゃんじゃこれは。と、衝撃的に美味しそうな匂いを嗅いで身震いが始まったようです。そして食べてみると、おみゃーと言わんばかりに、その場に寝っ転がって大満足の様子。お腹を上に向けて、日本の鰹節にうっとり。こんなにとろけてしまうほど気に入ってしまったようです。日本が生み出した鰹節は、世界中の猫ちゃんも魅了する最強の食べ物のようですね。なんだかこれほど喜んだ姿を見ると、日本人としてはなんだか嬉しい気持ちになりますね。でも、人間用の鰹節は猫ちゃんにとっては塩分が多いので、与えてはダメとの意見もあるようです。念のため頭に入れておきたい知識ですね。さて、そんな鰹節はある海外スレッドでもたびたび話題になっており、海外から様々なコメントが寄せられていました。まずはじめに国内ネットの反応、それから海外の反応をご紹介しますのでご覧ください。国内ネットの反応。これぞ外国人には猫に小判、そして外国猫には猫に鰹節で大正解になってるな。複雑だけど。猫しか食ってねえ。なんだか結構壺に入ってしまった。キャットフードのランキングに入っとる。人間用の鰹節は猫腎臓病の原因になるからたくさんあげちゃダメだよ。おやつ程度なら心配する必要はないと思います。うどん屋でバイトしてた時、近所の野良猫が鰹節盗みに来て夢中で食べてたのを思い出した。調べたけど少なく見積もっても半分以上の人が猫用で飼ってるっぽい。もういっそのことキャットフードとして売ればいいんじゃね。海外の反応。私も猫のご馳走として鰹節を飼ってるよ。ちなみに犬も飼ってるんだけど、その犬も鰹節が大好きなんだ。食べ残しの鰹節がないか確認しに来たりもするほどだからね。鰹節は超美味しいよ。豆腐を食べるときに使ったり、おかかおにぎりを握って食べたりしてるけど最高だね。鰹節は猫の餌として最高に重宝してるよ。食いつきが全然違うんだ。これは本来は人間のためのものなんだけど、私は猫に与えるために飼ってるわ。猫もこれが本当に大好きだし、値段が安いのに最高に素晴らしい品質よ。私はこれからも間違いなくこの鰹節を飼い続けるわ。私はたこ焼き用に鰹節を買ったんだよね。熱々のたこ焼きの上にこれを振りかけると、まるで鰹節が生きてるかのように動き出すんだよ。私は子供たちにこの鰹節はまだ生きてるんだよと信じ込ませたからね。うちの猫にも試してみるよ。私の飼ってる猫は魚の味にはうるさいんだけど、この鰹節のことは愛してるみたいで大好物だね。以上が国内ネットの反応と海外の反応です。海外の猫ちゃんたちもどうやら日本の鰹節にはメロメロになっているようですね。こう見ると日本の猫ちゃんたちは本当に幸せですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。